こんにちは、稲田歯科院長、稲田です。どうぞ動画を最後までご覧ください。稲田歯科は清潔で明るい対応を心がけています。インプラントや矯正歯科など様々な治療を地域の患者様に提供しています。常に患者様の立場に立って接し、お話しする時も患者様と目線を合わせるように心がけています。小さなお子様からご年配の方まで通っていただける歯科医院です。稲田歯科は丁寧な対応と治療を心がけ、治療後も長期的に定期検診に通っていただける環境を大切にしている歯科医院です。患者様と信頼関係を取ることを大切にしていますので、笑顔でコミュニケーションを図れるよう心がけています。治療中に患者さんの顔に水が飛ばないように、お顔の上にタオルをかけさせていただいております。そのために、患者様が不安にならないように、次に何をするかを説明しながら治療させていただいております。院長や私歯科医師は常に最新の治療を習得するために講習会や海外の勉強会に参加しております。患者様が来院された時には必ず笑顔で挨拶するように心がけています。またより安心して通っていただくためにコミュニケーションもたくさん取るようにしています。幅広い年齢層の方に来ていただいております。また治療のためだけでなく予防のために来てくださる方もたくさんいらっしゃいます。稲田歯科は患者様にどのように治療をするか情報をしっかり提供して治療を行わせていただいております。そのためにいきなり歯の中の神経を捉えたとか、いきなり銀歯が入ったとか、そのようなことがないようなことを心がけております。当院の特徴は、将来的に歯が長持ちするようになるべく歯の中の神経を取らずに治療することが特徴です。常に勉強会や海外の研修会を通じて医院全体が最新の治療を勉強しておりますので、患者様に最新の治療を提供することができます。また海外から最新の機器を導入したり、そういうことも行っております。その結果、近隣の大きな病院からも信頼されて患者様の紹介をいただいております。患者様により心地よく過ごしていただくために、接遇やマナーの研修も取り入れております。稲田歯科ではすぐに削って詰めて治すといった治療だけではなく、長期的にどうすれば長持ちするかということを考えて、時間をかけてもじっくりとした治療を、丁寧な治療を心がけております。治療を受ける前は歯染みますし、歯の汚れも気になってたんで、喋る時も食べる時もちょっと気を使ってたんですけども、治療後は歯もきれいになって、人と喋る時もきっちり口を開けて喋れるようになりましたし、あとは食べ物も冷たいもの、熱いもの気にせずに美味しくいただけるようになりました。他の医院に比べてすごく丁寧ですし、スタッフの皆さんもすごく親切なので通いやすいと思います。自分がどうしたいかっていうのをちゃんと伝えれば分かってもらえるし、自分が納得するまでちゃんとやってくれるので、自分で思ってたような歯の形になってきたんで、いい感じです。遊び場があるので楽しめます。
広くて綺麗なところです。これから長いお付き合いっていうか歯をね付き合いしていく中でやっぱり歯 のケアが大切なんですよっていうことを言っていただいて、歯はやっぱり衣装を大切にしてなきゃいかんねんなっていうことをすごく勉強になりました。私たちは松原市、藤井寺市、羽曳野市周辺の患者様に満足していただける治療を提供しております。この動画をご覧のあなたへ、受付でぜひこの動画を見たとおっしゃってください。初心の方に限りこの歯ブラシをプレゼントさせていただいております。稲田歯科へのご来院お待ちしてます。